ローマ美術とは古代ローマ帝国の美術であり、時間的には共和制末期とコンスタンティヌス一世以前の定世紀の美術を指す。空間的には地中海地域とライン異星の欧州、ユーフラテス異星の近東地域での美術である。ローマ帝国の主流となった美術は作者が主としてキリシャ人であったのでヘレニズム美術の延長となった。彫刻と絵画の領域では、 古典期ヘレニズム期のギリシャ美術を古典、天般とする見方が主流であり、模倣的な傾向が強い。パンテオン内部ローマ美術が最も偉大な革新を行ったのは建築の分野である。ローマ帝国は広大な領域に広がり、多くの都市をその支配下に置いたこともあり、コンクリートの使用を含めた大規模な都市建設の方法を発展させた。 パンテオンやコロッセウムのような巨大な建築物は従来の素材や方法では決して建設し得ないものであった。コンクリートは彼らの時代より約1000年前に均等で発明されていたが、ローマ人はその強度と経済性を活かして、城塞建設だけでなく彼らの最も偉大な建物やモニュメントの建設にこの素材の用途を拡大した。コンクリート作りの建物は、 富と権力を誇示するために石膏、レンガ、石、大理石で化粧され、多彩式の装飾が施されたり、金メッキの施された彫刻で飾られることが多かった。コンクリートの技術によるローマ建築の堅牢さは伝説的でさえある。多くの建物が現存し、未だに使われているものさえある。その多くは、キリスト教の時代から教会として使用されている。 もっとも多くの意向では、コンスタンティヌスのバシリカのように大理石の化粧板が、剥げてコンクリートがむき出しになり、当時よりも大きさも壮大さも減じてしまってはいるが、共和世紀、ローマ建築はギリシアとエトルリアの要素を融合し円形の寺院やアーチなどを発案した。帝政初期にローマの国力が高まると、初期の皇帝たちは、 パラティーノの丘とその近郊に大規模な宮殿を増援するために区域のスラム街の破壊を開始した。このような再開発のためには大きなスケールでのデザインと工学的手法の発達を必要とした。そしてフォルムとして知られる商業、政治、宗教、社会活動のための複合施設が建設された。ユリウス・カイサルは古くからあったフォロロマーノを整備し、 コロジュリアーノを建設した。後の工程によって、さらにいくつかのフォルムが建設された。古代ローマで最も素晴らしい円形競技場のコロッセオはフォロロマーノの東端に80年頃に完成した。コロッセオは5万人を収容でき、日よけのために布を貼る設備があった。そこでは剣闘士の戦いや模擬海戦のような見せ物を行うことができた。このローマ建築の傑作は、 ローマの工学技術の高さを示すとともに3つの建築オーダーを取り入れている。コロッセオほど有名ではないが、ローマ市民同じくらい重要なのが5階建てのインスラと呼ばれる外区である。そこは、ローマ人の集合住宅で何万人もの市民が住んでいた。セゴビアの水道橋ローマ帝国の領土が最大となり、ローマの美術がその栄光の絶頂にあったのは、トライアヌステーから、 ハドリアヌステイの知性にかけてであった。その栄光は、モニュメント、集会場、庭園、水道橋、浴場、宮殿、パビリオン、サルコファガス、神殿などの大規模な建築プログラムによるものだった。アーチ、コンクリート、ドームなどの建築技術の使用により、ボールと天井の建築が可能となり、そのことが、宮殿や公共浴場、 バッシリカを含む帝国の黄金時代を飾る公共建築を可能とした。パンテオン、ディオクレティアヌス浴場、カラカラ浴場はドーム建築の優れた例である。パンテオンは天井中央に目あしらった開口部を持つ古代世界の最もよく保存された神殿である。天井の高さは建物の内部の直径と同じで巨大な玉を入れる入れ物のような形になっている。 これらの偉大な建物は、ブルネレスキのようなイタリアルネサンスの建築家たちのインスピレーションの元となった。偉大な建築プロジェクトがローマで実行されたのはコンスタンティヌス帝の時代が最後だった。コロッセオの近くに建設されたコンスタンティヌスの外線門には様式を混在させた、雪中の効果を出すために近くのフォルムから加工済みの石をリサイクルしている。 ローマ水道もまたアーチを利用していて、帝国内のあちこちに建設された。大きな都市区域では不可欠な水の供給設備だった。これらの水道の崩れることなく建っている石像の遺跡は特に印象的である。三層のアーチで構成されているポンデューがあるセゴビアの水道橋などは、ローマ建築の設計と建築技術の質の高さを物語っている。古代ローマの建築は、 ビサンティン建築、イスラム建築など構成に大きな影響を残した。肖像彫刻が発達した。現実の人間や事件をテーマにして造形芸術で表現するという習慣は多くの個性的な肖像彫刻やトライアヌス円柱浮き彫りなどの壮大な女子作品を残した。これは戦勝式を神話で、 比喩的に表現するギリシアの習慣とは異なるローマ美術の特色である。一方、ウェヌスやメルクリウスなどの心臓としてはギリシア彫刻の模国が大量に制作された。今日、ギリシア時代の巨匠の原作はほとんど消失しているので、ローマ時代の模国を通してのみ作風を知ることができる。ルネサンス以来の西洋におけるギリシア彫刻のイメージは、 ローマ人のフィルターを通しているのである。そのギリシア彫刻の影響を受け、ローマ美術の代表作として、しばしば挙げられるのが、プリマポルタのアウグストゥスである。作られた年代はアウグストゥスが権力を確立した、紀元前27年以降と考えられており、それ以前のタイプが、ヘレニズム美術の影響が強かったのに対し、このプリマポルタのアウグストゥスが代表するタイプは、 古典ギリシアの理想主義的な要素が強調されている。ヒギ層の壁画ルーブルの美少女ミイラ肖像画、ポンペイの画家と再色された像とがくぶちに入れられたい我々は、古代ローマの絵画に関する知識の多くをポンペイとヘルクラネウムで発掘された作品、特に西暦79年のベス病火山の噴火によって埋まり損壊を免れた、ポンペイの壁画に追っている。 4世紀から5世紀にかけて、ギリシャからローマに輸出された絵画や同じ頃、イタリアで木の一端に描かれた絵画は、全く残っていない。つまり約900年にわたる古代ローマの歴史のうちで、約200年の期間における作例が得られるのみである。この壁画の多くは、鑑識法で描かれた。しかし、失式のフレスコも古代ローマ時代に存在していた。 モザイクや少ない文献により先の時代のギリシャの作品がローマで本案またはコピーされていたことがわかる。しかし文献には古代ローマの時代に移住したギリシャ人芸術家の名前を記録している可能性があり混乱のもととなっている。コピーされていたのは古代ギリシャのオリジナルの作品ではなかったかもしれない。壁画以外では エジプト出土のミイラに付属したミイラ肖像画が主要な遺品である。1、2世紀の作品にはヘレニズム絵画を受け継ぐ古典的写実主義が顕著であるが3世紀以降には賠償化中小化が目立ってくる。ポンペイヒギウの壁画、ルーブルの美少女、また絵画の複製として1世紀のアレクサンドロス大王のモザイクが3世紀の皇帝の別荘のモザイクは 代表作である。古代ローマの絵画は多様な主題を扱っている。ヘルニズム時代には羊飼い羊の群れ、質素な神殿、山岳風景、田舎の家などの光景を描いて田舎の魅力を表現した。エロティックなシーンが主題になる場合も散見される。カタコンベイの壁には、帝政後期の西暦200年以降の異教の像と、 混交した初期キリスト教の主題が描かれている。古代ローマの壁画は、ドイツの考古学者、アウグストマウにより提唱されたように通常を4つの時代に区分される。詳しくは、ポンペイの壁画の様式で扱う。ボスコトレケース、ポンペイ。第二様式ギリシア美術と比較して古代ローマ絵画の最大の貢献は、風景画の発展である。 特に1500年後の投資図法のように数学的ではないものの投資図法を導入した。表面の質感、陰影、色合いは正しく表現されたが、空間の奥行きやスケールは正確には表されなかった。風景の中には花や木々のある庭園を描いた、純粋な自然の光景がある。一方で都市の建物を描いたものや、神話のエピソード、オデュッセイアの有名なシーンなどが描かれた。 古代の美術が風景を風俗や戦争の光景という意味でしか知らなかったとするフランツ・ビクホフの主張をエルンスとコンブリッジは議論の余地があるとしているギリシア人が風景を主体とした描写を行っていた証拠をプラトンのクリティアスに見出すことができる画家が描いた神の肖像や人間の肉体を見るとき対象をありのままに描くことができたかを鑑賞者の 立場で判断する場合、どれくらい容易かあるいは困難かということに関して、我々はまず地面や山々、川、森そして天空とそこにあるまたはそこで動いている。天体が描かれる場合、画家が少しでもそれらを似せて表現することができれば、我々は満足するということに気づくだろう。古代ローマの生物の主題は、実際のものと錯覚するように意図して描かれた。 壁岸や棚に置かれたように描かれている。そこで描かれるのは多岐にわたる日常生活でありふれた、ものつまり果物、動物、魚介類などであった。水を入れたガラス製のジャーのような主題の例は見事に描かれ、ルネサンスやバロック期によく描かれた、同様の主題のモデルとなった。セウェルス家の肖像、木の板に描かれた皇帝家族の肖像、 西暦200年頃巻毛のヘアスタイルの女性の肖像、スコットランド王立博物館大プリニウスは、ローマの肖像画の衰退ぶりを嘆いて、次のように述べている。幾世代も人の容姿を正確に伝えてきた絵画の伝統が完全に失われてしまった、タイダが美術を崩壊させてしまった。古代ギリシアとローマでは、壁画は、格式のある芸術とは見なされなかった。 彫刻を除いた場合最も格式のある芸術といえば木の板にテンペラや廊画で描かれた板絵であった。しかし木が破壊されやすい素材であるため非常に少ない作例しか残っていない。つまり200年頃のセウェルス家の肖像と有名なファイユーム肖像画である。ファイユーム肖像画は埋葬のミイラの顔の部分に取り付けられていたものであるが、 現在ではほとんどすべて取り外されている。通常一人の人物の頭部、または胸から上が正面を向いた姿で描かれる。背景は常に一色に塗られ、たまに装飾的な要素が描かれることがある。美術の伝統の上ではエジプトよりギリシア・ローマの伝統を受け継いでいるものだということがわかる。これらの肖像は芸術上の質においてばらつきがあるが、 非常にリアルな表現となっており、同じ系統の作品が広範囲に広まっていたが、失われてしまったことを示しているかもしれない。コインに描かれた肖像と、わずかだが帝国末期のメダルやガラスに描かれた肖像画が現在まで伝わっている。その中には非常にリアルなものも含まれている。古代ローマの風俗を描いたものには、ローマ人が掛け事や、 音楽などの娯楽を楽しんでいる様子を描いたものが、多く、男女の交わりを描いたものもある。また、神が娯楽を楽しんでいる様子を描いたものもあった。ボスコレアレシツドのローマのフレスコが、紀元前43から30年、メトロポリタン美術館紀元前3世紀から、プリニュースも博物誌に記している、外線絵画、トラインファルペインティングスと呼ばれる、ジャンルの絵画が描かれるようになった。 戦勝後の外戦や戦争の椅子は征服した地方や都市、外略の地図などが戦争の重要な点にハイライトを当てるために描かれた。ヨセフスはウェスパシアヌストティトスによるエルサレム略奪の際に描かれた外戦絵画について記述している。鐘や造牙の細工がそこら中に取り付けられていた。それと戦争の多くの場面がその様子を生き生きと伝えるために 色々なパターンや思考で描かれていた。幸福な国が衝動とかし、敵の大軍が殺されたり逃走したりあるいは捕虜とされる。天にそびえる城壁は機械により崩され、廃墟とかし、難攻不落の要塞が奪取され、丘の上に築かれた大都市の城壁が占領され、軍勢が都市の城壁内に押し寄せる。あちらこちらで殺戮が行われ、 反抗する力を失った敵が哀願している。寺院に火が放たれ、家が崩されそこに住む人々は押しつぶされる。川もまた物悲しい広大な砂漠を抜けた後、高地に流れ込むことも、人や家畜の喉を潤すこともなくまだあちこちで火が燃え盛る、街を流れる。ユダヤ人がこの戦争の間に経験したことを話したので、戦争の出来事を伝える。 この作品の表現はあまりにも壮大で生々しかったので、その出来事を目撃しなかったものでもそこにいたかのように感じられた。これらの描写の一番上には占領された町の総徳が捉えられる様子が描かれていた。これらの絵画は失われてしまった。しかし、サルコファガスに施された歴史浮き彫りやティトスの外線門、トライアヌステ記念柱などの構成に影響を、 及ぼした可能性がある。これらの証拠はしばしば投資図法に従う傾向のあった風景画の重要性を裏付けている。ラヌッチョはまたイスクイリーノの丘の墓に見られるローマ最古の絵画について記述している。この場面を特定することは難しいが、ラヌッチョの仮説は紀元前326年の第2次サムニウム戦争中の失政感。 クイントス・ファビウス・マクシムス・ルリアヌスの勝利を描いたものだとするものである。重要性に見合ったサイズで人物を描くというのは、ローマ美術に典型的なもので平民のレリーフにも見られる。この絵は外線絵画の洋乱記のものと考えられる。おそらく墓を飾るために、紀元前3世紀初めまでに描かれたものだろう。1世紀初頭前後に吹きガラす技術が、 ローマ帝国内で発明され、ガラス工芸が大きく発展した。成分として、ソーダガラスを、おもとし、鉛ガラスは、ほとんどない。カメを、ゴールドサンドウィッチ、ミルフィオリなど多くの製法が開発され、現代、再発見された技術もあるほどである。帝国の外、東アジアにまで輸出された。神話の情景をカメオに彫った、ポートランドの壺が有名である。 また、ヒルデスハイムの銀器のような優れた銀工芸品が制作された、ポートランドの壺。ありがとうございます。